皆さん、こんにちは、こんばんは、編集者の西出とですね、松本大先生がスペシャルデュエルやっちゃいます。はい、します参考語につくカードはこれなんです。ドーン、The End of X。 これはですね、自分の、禁断のデッキの椅子のカードなんですけど、禁断のですね、封印を1枚解いて相手の封印を1枚乗せるというですね、とんでもなく強い、シールドトリガーです。これは大先生、これはですね、はい、大先生もう切り札、切り札ですね、はい、これバンバン使ってもらいたいと思います。この強さをですね、ぜひ見ていってください。というわけでですね、じゃあ早速やりましょうか。はい、まあ、封印ですね、6枚いくわとか、はい、ちなみにじゃあ封印やってやるの、僕はあのミラダンテデッキタイムストップデュエルをですやっていこうかなと思いますね。漫画ではですね、ルシファーは残念ながらバサラに負けましたけれども、そうですね、それあれはぬるい、僕がルシファー以上のデュエル禁断的ぶっ倒したいと思います。いや、あれ通り僕がちょっと3ターンキルブラフ禁断、3ターンキルブラフ禁断、フル禁断で打ちのめします。そんなことはできるんですか。できます。じゃあ行きますか。最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ。あー、禁断デッキの先行はですね、だいぶ大きいですね。はい、じゃあそれではですね、行きましょうか、はい、松本大先生 VS 編集者西出、超スペシャルデュエル、デュエマースタート。じゃあどうぞ先行からお願いします。はい、じゃあマナ貯めます。マナ来た。はい、じゃあ僕のターンはこれで終わりです。はい、じゃあ僕のターン、まあじゃあドロー、ドロー、結構いい手札がいい気がする、これは。では、レッドローズをマナチャージでターンエンド、どうぞ。はい、じゃあ僕のターン、はい、ドロー。まあまあ2ターン目ぐらいはあんまりやることない気もするんですけど、そうですね、3ターンキルするってさっき言ってましたからね。そうですね、3ターンキル、2ターン目にいないと3ターンキルできないんじゃないかって気がするんですけど、でもまだ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 ですね、まだ3ターンキル、3ターンキルやりますよ。やりますか。やります、やります。はい、じゃあ、僕のターン終わりで。はい、どうですか。3ターンキルですよ。やります、やります。シールドまだ5枚ありますけど、はい、クリーンシャーゼロですけど、はい、じゃあドローします。じゃあ、僕は、2マナ時の玉ミラクル召喚します。ブロッカーですね、エスケープ持ちですね、シールド持ちでやられない。おお、どうぞ。はい、じゃあ大先生のターン、ドローン。いやー、これをマナにしちゃおうかな。3ターンキルできるんですよ、はい、ここから3ターンキルどうやるんですかね。じゃあこれを召喚します。何召喚。高速シングル、シングル召喚、マナをタップ召喚、シングル出た。でもこいつスピードアタッカーですからないんですけど、はい、3ターンキル失敗です。失敗、そんな失敗なんです。失敗です。じゃあまあ僕の前に行きますけど、何も怖くない3ターンキルでしたね、はい、全く迫力がないですけど、そんな絶対勝ちますね僕は。はい、ドローン。ではじゃあどこかな。じゃあ、アクロライトチャージして3マナで、はい、信頼の玉ララー召喚します。こちらですね、コマンドとドラゴンのコストを1ずつ下げるんで、はいはい、まあ、2下がってるようなもんですね。マジか、はい、これは結構きますよ、ここから僕バンバンいきますね。はい、はいはい、じゃあどうぞ。はい、じゃあ、あ、そういえばさっき封印出てた、封印外れてました。そういえば忘れてました、さっきちょっとこれは入れますからね、封印が解けますね。忘れがちですね、僕もよく忘れます。皆さん忘れないように気をつけてくださいね。はい、封印はちゃんと外しましょう。はい、じゃあ僕のターン、はい、ドローン。じゃあまた4マナだとね、でもちょっと手札事故ですねこれ。ちょっと出てきますけどね。僕のやりたい3ターンキルは程遠いですね、ちょっと。程遠い感じですね。4マナあると何かありますよ ね、 そうですね。はい、じゃあこれバサラの切り札ですね、はい、高速ザレッド召喚します。はい、いただくか。そして封印が外れます。外れます。一撃者、あと4ターン、4枚ですよ、あと4枚、あと4ターンあったら勝てる気がしますけど、そうですね、あと4枚ね。じゃあ、さっきの高速シングルで攻撃します、はい、どれ割れますか。じゃあこれ、これじゃあ、はいはい、あ、じゃあこれいきます。はい、なんかいいのん来い、なんか来い来い、コマコマ来ません、来ませんでした。よっしゃ、どうですか、ターンエンドでいいですか。ターンエンドで、はい、でも侵略できなかったのは結構痛いんじゃないですかね、これね。
僕まだまだここからもバンバンいきますからね。はい、じゃあ、ドローします。はなるほど、コマンジュマナチャージして、4マナ、4マナというか3マナですね。これで2が軽くなっているので、もう1マナいって、はい、その前にですね、うっかりしました。出します、バン、指令の精霊竜コマンディオを出します。コマンディオ、コマンディオが出た。こいつ強いですよ。これルシファーの連鎖戦略の肝ですから。まず出たらワンドローします。ワンドローして、5マナ以下のクリーチャーを1体出します。というわけで本館の精霊竜エメラルータ出します。はい、出た。こいつもうトーナメントで活躍しまくりですから、ね、こいつからシールドを1枚手札に持っています。で1枚手札からシールドを入れ替えます。はい、これ何が入ったの、怪しいですからね。それは警戒。はい、行ってきましょう。で、はい、ターンエンド、はい、はい、どうぞ。はい、これはまた動くとき、はい、じゃあ大先生のターン、ドロー、4マナですね、はい、4マナ、じゃあ1枚1マナ貯めて単行本付録きた。出ますか、5マナのオープン XXX 出よった。封印が外れます。そして石出記者のクリーチャーを、はい、一体封印、どれ封印しますか。これも悩ましいですね。これブロッカーで、こいつコスト下げるやつで、こいつはブロッカーですね。コスト下げる、このブロッカー、ブロッカー、このブロッカー、これが正解でしょうか。果たして封印、よし、じゃあ、攻撃ます。攻撃する、侵略しちゃう、侵略が手札になるんかないんか知らんけど攻撃します。攻撃する あ、侵略しないですね。ないってことですね。ないってことですねじゃあブロックしますブロックしますの、こいつ毎ターン攻撃しなきゃいけないんで攻撃をしてもらわないといけないですね、はい、攻撃、はい、これでいいんですか。こっちこっちこっち仕込んでるのにな。はいはいはい、はい、ちょっとまあこれ戦略的にね持っといた方がいいかな。あ、はい、ターンエンドですかね。これでターンエンドです。はい、じゃあ行きますよ、僕のターン、ドローン、じゃあミラクルマナチャージして、相変わらずコストが2マナ下がっています。これちょっとやばいな。3マナでですね、はい、信頼の玉ならもう1体召喚します。バーン、またこれでコストなんと4下がります。 4も下がるっていうことは、じゃあまずはやばいな、本館新、1マナで4下がって1マナでシンクのセレブレッドロード召喚します。これも連鎖の色ですね。出ます、ワンドローして4以下がタダで出ます。3マナアンドロム出ました。なんで、じゃあやば、この人をはい、次のターンアンタップしません。アンタップしません。はい、まだもう1マナ、1マナ使ってさらにいきますよ。本館のセレルエメラルダをもう1体出します。ドーン、これすごい系やばいな、ちょっとこれでまたシールドを1枚ちらっと見て、じゃあまた当てるんですかね、これどっちも、はい、どっちも仕込ましてますので、多分これはい、はい、でですね、ちょっとまだ戻っちゃうんですけど、コマンドが出ているんで封印が外れております。はい、復活なんで、はい、来ました。まあ、とりあえずじゃあこっちで、はい、墓地へ、はい、で、これでじゃあターンエンドですね。はい、はい、ターンエンドします。じゃあ魔法先生よろしくお願いします、はい、じゃあ大先生の結構運命のドローですよ、運命のドローです。これ多分一段解放しないとですね、ほぼ勝ちますね、これ。あドロドロ、来い、ドロだ、マジですか、だ、何が分かってない、そんなバカなそんなバカなのはい、じゃあこれはあ、はい、戻らないんですか。これはもうアンタップしないです、さっきそうですね、アンドロップで、はい、もうこれそろそろだいぶプレッシャーかけていってますよ、僕は。い、じゃあ4マナ召喚で、タップしますか。あ、タップ、はい、豪速ザ・レッド・バサラの、ね、また来た、
召喚します。封印が1枚解けます。残り2枚。スピードタッカー。スピードタッカーですか。スピードタッカー。スピードタッカー。でも、じゃあこれなかなかね。そうそうそう、うん、でも嘘かもしれない、僕のブラフかもしれないな、これはね。もしかしたらシルトリカじゃないかもしれないし、はい、シルトリカかもしれない。はい、しかもブロッカーはもういっぱいあるんだよな。ブロッカーいっぱいいます。ちなみにもう今攻撃してもこいつでブロックして殺すだけです。じゃあちょっとやめときます。侵略もしないですか。侵略もできないですね。じゃあやめときます、はいはい、じゃあターンエンドということで。ターンエンドで、はい、はい、じゃあ僕のターンです。じゃあまあしまーす。松尾先生、これ担当の僕が買っちゃっていいんですか。これちょっとあっドラマナーようかな。封印されたら即死なんですよね、これね、僕ね。うんうん、一応ね、全部ね、待ったら勝てる状態っていうことなので、ここは殴りに行きたいと思います。はい、じゃあ、どうでしょう。まあ、一応チャージですね。チャージして、じゃあ殴りましょう。はい、じゃあダブルブレイク。えいえい。はい。で、これはもう勝つんちゃうかな、ここからな。バリーン。きたー、きたー。シールドトリガー。ゴム X。待った。封印、まあ封印まだもう一個ありますからね、はい、はい、封印解放。そしてどれ封印しますか。これラーラーがねちょっとやばいよな。ラーラー無害。そうですね、一応もう今ダブルブレーカーはやるから、はい、それやってます。でもブロッカーも邪魔なんですよ。ラーラーいきますか。これはもう悩みどころですけどね。ラーラーいくか。ラーラー、はい、はっきりそっちの方が僕辛いんですけど正解ですよね、はい、ただまだ殴れちゃうから、じゃあブロッカーも殴っちゃう。パン、はいはい、いきますよ。まだいっだだいったれ。えいシールドトリガー来い。出たー。なんかマジですか。ジエンドウェイいいんすかね。そんなに出るの。そんなに出ます。だついに最後の封印が解ける。これは厳しい。解けた。禁断解放。ダーン出た。伝説の禁断ド禁断ム。マジですかこれ。全員降臨。全員封印。全員封印です。バーン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 。ダーン。そんなバカな。まだ僕にはねシールドがありますから。まあどうぞ。はい。これはでもね、僕のターン、大先生のターン、運命のドロー、運命のドロー、ドロ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 だ。来た。何がみんなにこっそり教えられてるんですか。来ましたよ。それ何が出るのか、ちょっとやばいじゃないですかねこれ。来たこれ。はい、じゃあ3マナ。3マナで召喚、はい、高速シングル、はい、シングルね、高速ザレッド、攻撃するときに出る、出ます、出ちゃいます。超音速ターボ3、ターボ3、はい、侵略発動、発動ダブルブレイク。ブレイクしていいんですか。します、します。どっちからいきます。多分大丈夫。こっちから。こっちからですよ。ダーン、 DNA スパーク、あー全部タップ、マジか、全部タップでシールド1枚追加。マジか。で、一応ダブルブレイクしてるんで、あの一応じゃあこれは戻しますね。出します。じゃあはいはい、まあ、全員タップ目がもうタップされてるんで両方ともシールドリガーなんですね、これね。はい、少ないとよかった。はい、じゃあターンエンドですね。はい、はい、シールド1枚復活してますね、これね。じゃあいきますよ。これも結構僕運命のドロドロドローかもしれないですね。本当。じゃあドロ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 ー。全然ダメですよ。全然ダメです。ここなかった。全然来ませんでした。しょうがないですね。ここはじゃあもう一発。じゃあ行きます。1、2、3、4、5、6。1、2、3、4、5、6、7マナで革命整理ウルトラスター出します。何？これの切り札の1枚。出ます。出た時に山札を、シールドを全部手札に加えます。で山札の後ろ2枚です。何で、あっ、しかも革命に発動で、これ両方ともシールドトリガー。またシールドトリガー、はい、またか。これね、
けますよ。はい、じゃあちょっとこれでなんとかしのげるか。ターンどうぞ。あ、大先生のターン。ドロ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 。これでもちょっとなんか泥仕合長引くな。あ、本当に申し訳ないけど、うん、やっぱこのタイムストップデッキが、ね、長いですね、切れるかね。そうですね、全然決着がつかないです。3ターン切るのはずだったんですけどね。10ターン以上経ってますからね。はい、で4マナで豪速ザ Z 召喚スピードアダッカー、はい、でももう恐れるものは何もないんですよね。ほぼ、まあ、シールドトリガーが怖いだけで割っちゃう、一気に割っちゃう、はい、ターボ3でダブルブレイク。ダブルブレイク、これはでも相当効けますよ。え、はい、じゃん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 、時の革命ミラダンテ出ました。ミラダンテ来た、進化パシーン、はい、マジか。出た時に、バトル材で相手のクリーチャーを全てタップします。バシまだタップで、次のターン起きません。え、次のターン攻撃できない。アンタップで、ちょっとちょっと、はい、でダブルブレイクなので、はい、もう1枚ありますね。で DNA スパーク、え、はい、なんですけど、まあ、使いません。はい、はい、でシールドがゼロになったので革命ゼロ発動します。さあ、つまりリーチャーを召喚できません。タイムストップデュエルです。下でタイムストップデュエル開始しますよ。やっ、やばいな、はい、ターンエンドでいいですかこれ。はいはいはい、ターンエンドでいいですか。そうですね、はい、はい、じゃあ僕のターン1、2、3、4、5、6、7、これ戻しますね。じゃあドロー、はい、じゃあと、これはもう殴りに行くしかないですね。はい、じゃあミラダンテでアタック、シールドトリガー、これシールドトリガー来なかった、来なかった、ほら、大事です。もう負けました。やったー、絶対ね、なんかちょっと勝ってしまいました。絶対デュエルできなくて申し訳ないですけれども、どうぞ、世界厳しい。というわけでですね、僕が買ったんですけれども、何度も何度も活躍してたこのカード、最後もう一発、はい、窮地を何度も救ったジエンドメイクス、何度も僕を救ってくれたこのカード、参考本につきます。どうもありがとうございました。ありがとう、バイバイ。